エアガンも売ってます。1丁1000円、PG356 とデザートイーグル。じゃあこれも、はい、じゃあまずこれ、ありがとうございます。あ、ナイフ1本1000円です、うん、ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。今日は大磯のフリーマーケットに来てます。黄色い旗が、YouTube のリスナーさんが、はい、話しかけてくれて、まあ普通にやってます、はい、今日はこんな感じで、まあ、いつも通り募集して、あとはなんだ、まあ、もう元は取ったのでこれから見学に行こうと思います。どちらからいらっしゃったんですか？千葉から来ました。バイクのパーツを探しに。バイクのパーツだったりとか、バイク どんなの乗ってるんですか？バイクはですね、私は乗ってなくて、うちの主人が乗ってるんですけど。旦那さん何乗ってるんですか？あ、僕はジェイド乗ってます。ジェイド、ジェイド、あ、渋いですね。そうですか。あ、うちエリミネーターの鉄通しようみたいな、はい、作ってるので、はいはい、よかったら、あの、誰か欲しいと見たら紹介してください。あ、わかりました。じゃあよろしくお願いします。ありがとうございました。どうぞ。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、いいよ。お名前伺っても大丈夫ですか？はい、キヌガサと言います。キヌガサさん夫婦です。はい、ジェイドの旦那さんです。どうも、さっき撮影してもらってありがとうございました。ではこれからもよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。会場こんな感じです。いつも来てるんですか？たまにですね、最近は。たまに、はい、じゃあまた会ったらお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、どうも、ありがとうございます。はい、大磯ロングビーチ駐車場のフリーマーケットです。あ、こんなところに津田さんが。会場こんな感じです。店はほったらかしで、会場をちょっと見て回ろうと思います。これ貝ですかね？荒れてる。まあ、フリマの方見に行ってみましょう。津田さん、はい、今日はこれはっていうものはありましたか？1点しかなかった。1点、何ですか？ランナウェイのスロットルケーブルです。ランナウェイのスロットルケーブルとか、ジェットストックス、よく見てわかるよね。それぐらいしかなか帰りサムカーで降りて。サムカー、うん、まあ、もうそれいった。そうですか。じゃあそれはやらない。そう、俺はもうそれは。あ、分かった、分かった。うん、
はい、何を購入してるんですか。ちょっとした工具これいいですね。あ、これもいいじゃないですか。実動のロードフォックス6万円だそうです。いいっすね、シルバーのロードフォックス。これ欲しいな、これ300円だって。はい、はい、ビアンキ、はい、ビアンキのマガジンポーチいくら。両方で300円。両方ってこっち何。これあれじゃないの、警棒とか入れるやつ。マグライト入れじゃないの。あ、マグライト入れか。300円。じゃあ買います。ありがとうございます。ちょい乗り SS が実動でこれはいくら。2万、2万3000円。ハミング、ハミング実動で2万8000円。いいなぁ。 YouTube で紹介していいですか。これはライプのエンジン。どれ。これそう、3から始まってるから。絶対絶対、あ、3からか。ここでね、3から始まってる。え、ゼックスのエンジンいくら。これ、4%。え、4800円。あー、気になるな、どうしよう。今日は7時に着いたらみんなに遅刻だって笑われました。7時に来ても売れません。まあ、元は取ったけど。じゃあ帰ります。津田さん、ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様です。大磯ロングビーチのフリマ会場で、同時開催しているのが昭和の車品修会というイベントです。こんにちは。こんにちは。かっこいいスープラですね子供の頃これデカすぎだと思ってたけど、今見るとそうでもない、ちょうどいいぐらいですね。で、このイベントの昭和の車品修会の品修会って何ですかね。ゴールデンウィークで引っ掛けてるじゃないですか。ゴールデンウィークで金じゃないですか。金曜日ではなく金の週間の週で。そうじゃないのかな。なるほど、了解です。どちらからいらしてるんですか。埼玉ですね。埼玉、多いですね。この昭和の車の集会っていうのは結構やってるんですか。お正月とか。正月、こういうゴールデンウィークとかそういう時にやってるんですね。これすごい艶ですね。長く乗ってるんですか。まだそんなに長くない。光が当たるとすごく青いんですね、これ。お、ナルディのウッド。シフトも。え、マニュアルですか？マニュアル。おー、マニュアルのスープラ。いやー、素晴らしい。いいものを見させてもらいました。ありがとうございます。じゃあ、僕はもう帰るので売りもあんま売れなかったけど撤収します。それではありがとうございました。失礼します。昭和の車金秋会の方をもうちょっと撮ってみます。ナンバー映らない程度。
ゃないよ。まあこんな感じでいっぱい集まってます。金属モデルガン売ってるけど SMG ではなく SM マーク。うん、もう帰ろうと思って車で出ようと思ったら呼び止められて、これ売ってほしいということで、最後ナイフが1本売れました。ありがとうございます。じゃあこれもおまけでどうぞ。ありがとうございます。またお願いします。じゃあ帰ります。ありがとうございました。はい。満天の湯という温泉に来ました。Bonjour.